はい、どうもご視聴ありがとうございます。ループ8ですね。ループ8のやり込みプレイをやっていきたいと思います。ループ8はラキオと一緒にグノーシアとして立ち振る舞うと、初めてのグノーシア体験ですね。ボングな人間ども消し飛ばしましょう。じゃあ、はい、足引っ張らないです。状況によっては君を見捨てるから、それが嫌なら息を殺しておとなしくしてれば。僕は誰も信用しない。人間だろうがグノーシアだろうがね、まあやっぱり過去のね、グリーゼ移動戦団での経験なのかな。やっぱり他人を信用しないっていうのは。どうしようかな。どっちにしても差分は確認したいので、今回はじゃあラキオにエンジニア任せましょうか。自分は明かさないです。これは重道対ラキオか。これは意外と勝てるかもな。じゃあ重道を疑ってみようか。演技力はあるからね、ラキオ。この状況で、しかもこのカリスマがね高い。俺が疑ったからちょっと流れが向いてるんじゃないかな。ステラの方行く？7人なん、違うか、9人だから2回関係ない人を凍らせ、3回か、3回関係ない人を凍らせなきゃいけないと。お、両方一緒でもいいのよ。でも奇数だからなんないか。演技力ないからな俺。あんまりやるとこれバレるんだよな。まあ、バレそうなやつは襲撃してやればいいや。オッケー、じゃあ SQ に入れてたあたりを襲撃しよう。ジナ、セツ、ステラあたりかな。ラキオ？あれ、ラキオいない？ステラか。あ、ステラにも嘘はバレてないね。ジナあたり行こうかな。カウントダウン。この数回しか行けないこの世界ね。空間転移は反可能性演算を使うから、端末である僕や君がグノースと接続されるのは当然だろう。よくわからん。もっと詳しく聞きたい。そこ設定資料集待ってます。この宇宙から消え去る哀れな人間を。こんな接続状態だから一度に一人しか消せない。接続状態の問題なんだ。お手並み拝見。じゃあ行きましょう。ジナをね。ジナね、悪くないんじゃない。それじゃあ行こうか。こいつはダメってやっぱあるのかな。こいつ選んだらすげえ褒めてくれるみたいな。完全にグノースにねやられてるね、ラキオの思考が。ジナの境界に触れると輪郭が膨れ上がりめくれ上がり泡のように消える。なんかちょっとグロそうだけどな、実際に見たら。そうね、排除されないように。演技力ないからな。ラキオの報告聞きたい。あ、俺をちょっとそれ友倒れにならない？さすがやで。ちょっと黙ります。 SQ もそれなりにヘイト高まってるからね、そのまま SQ 疑いでいきたいな。この船は AC 主義者がいないから俺ら2人で頑張んないとな。それじゃあ SQ にで、コメット襲撃しようか。今夜はでいいよな。
シピの方が厄介だったか。まあいいや。あ、説がグノーシア。じゃあ説疑うわ。このままスムーズにいけば勝てる。ステラが俺の味方なら。うん、ステラが俺の味方だね。もう一回黙ろ。疑いに同調。3対2で綺麗に分かれてんな。ステラが変な気を回さなければ勝てる。よし、ガキオと2日目の夜を。あ、終わった。これで、そうだ、これで2対2勝負はついたね。僕たちの勝ちだ。この僕が負けるわけないだろう。自分も頑張った。同意する。僕も頑張ったよ。僕は愚かな人間の心の機微に疎いからさ、そういうこと言うからだよ。君が奴らと同レベルで争ってくれて助かったよ。船の権限を奪って遊びに行く。どこ行く。船団を壊滅させるのも悪くない。やっぱグリーゼを壊滅させたいのかな。ラキオと2人で生き残ったらこれが見れるのか。初日にね、ラキオを凍らせることができれば、まあいろんなチュートリアルを省くこともできますし、じゃあ出ないでおこうか今回は。で、ラッキーを疑うと。さあどうなるか。あら、ダメ。すげえ割れたな票が。あー、しかも票は入らないようになってんだ。エンジニアを出させないようにずっと俺が喋り続けるっていうのも、さっきみたいにうるさいって言われちゃうのかな。あー、怒られた。でもうるさいとは関係ないんだね。別にうるさいって言われて直後に出てくるわけじゃなくて、5回目の回、あれ、あ、エンジニア出させないことできるんだこれ。違うか、この会話が終わった直後に出てくるのかな。そうでもない。あ、へえ。とりあえずラッキーを凍らせることはおそらくできないっていうのはほぼ確実ですね。票が変にラッキーから離れていった結果、なんかすごいばらけ方してる。で、多分剣棒にも票は入らないようになってる。だからこういう票の形になるんでしょうね。で、今回エンジニアが出ないというパターンになりましたね。さあどうなるのこれ。でもそっか、エンジニアの話はしないだけか。じゃあさっき選ばなかった選択肢の、なるほど。ああ、じゃあ本物のエンジニアである重道を狙ってみようか。悪くないと。はい、じゃあね、ラキオの対抗の茂道を消そうとしてみましょう。本当だったらこれしてしまうとラキオが破綻するわけですが、脳が萎縮してるのと。茂道を消したら茂道はグノーシアではありえない。そうなると対立候補の僕がグノーシアだってことが完全に露見するんだけど、まあその通りですね。消す相手を選べと。これはもう無限ループですね。絶対に許さないと。しょうがない。それじゃあ次に、3人で出るんじゃなくて自分がエンジニアとして出ましょう。ラキオは潜んでいてもらうということをやってみましょうね。名乗り出ると。この時はさすがにラキオは出てこないし、
まあ、2人の対抗となりますね。重道対自分と。よし、対抗を消そうとしたらラッキオに怒られたけど、自分が出てきた場合、これ何も返さなかったらまあ意味ないか。自分が出て行った場合ラッキオが止めてくれるのかってとこですよね。ラキオが本当に優しかったら止めてくれるはず。重道を消そうとしたら、それはやめといた方がいいよって。お、いいやつじゃん。こっちも何回選んでもかな。ダメだね。はい、それでは今回は、ラキオの対抗として出るパターンを見ていきましょう。ラキオが出てきてくれたら、自分も明かすと。すると3人ですね。おい、やめろ、絶対人間を出すな。この状態で、まあ、イベントが発生するんですが、どうなるか。やれやれだ。君そんなこともわからないの？あ、それは違うか。これはいいのか。しかし君、勝手なことはするなと警告しただろう。それなのになぜエンジニアに名乗り出たの？いや、いい、聞きたくもないと。そうね、絶対に人間だを出しまくってたもんな、お前も。で、こっから先は普通かな。怒られるのはもうすげえ怒られそう。まず出てきただけでも先輩なのに。まあそうだよね。だからラキオからしたらもう人間どもがバカだからコメットを消してくれた、コメットをコールドスリープしてくれた、助かるかもっていうのはちょっと期待してるんだろうね。じゃあこの状態で重道を消そうとしたらなんて言うんだろう。あ、専用のセリフ。よりにもよって最低の選択をしたね。重道を消したら残った僕と君はグノーシア確定じゃないか。怒りすら覚える。ブチ切れてんじゃん。